アアクアチャンネルのザッキーです今回は新型スイフト専用の当店のオリジナル商品ノイズ対策遮音マット DD マットを紹介します。はい皆様ロードノイズ気になりませんかロードノイズというのは車が走行している時に下から聞こえてくるあの嫌な騒音のことです。アスファルトの路面の表面が悪いところですとか高速走行時などは顕著に車内に入ってくる音になりますね。 ザッキーも実際に新型スイフトで走行するとその部分が気になるところではあります。そこでどなたでも簡単に手軽にこのロードノイズ対策ができる商品ということで、こちら DD マットを発売しました。はい、こちらはサンプルになりますが、このようにカットされた状態になっていますが、車種ごとに専用形状になっています。こちらはですね当店で車種ごとに形状を確認して、はい、このようにマシンカットで製作しております。 この DD マットについて詳しくこの後紹介しますのでぜひ最後までご覧ください、はい、今回紹介しますノイズ対策遮音マットこちらは手軽にロードノイズを抑えるマットとして当店のオリジナル商品として新しく発売しましたノイズ対策ママット DD マットト DD です、はい、そのロードノイズとはその名の通り路面からの雑音です車というのは路面をタイヤが転がって で走行します路面とタイヤには摩擦が生じそれによって振動が発生しますその振動がタイヤからホイールそしてサスペンションなどの喧嘩部品を介してボディへと伝わりそこから車内へ伝導されていきますその微細な振動ですとかタイヤの衝突音これが音となって車内に入ってくるこれがロードノイズになりますそんな不快な雑音ロードノイズ 気になっている方たくさんいらっしゃるのではないでしょうか本来ロードノイズを抑制するにはフロアをはじめとしたデッドニングが有効ですですがフロアでしたらばシートを車外に取り出したりカーペットも同じように車外へ取り出して剥ぎ出しになった鉄板部分ここに一面に静芯材や吸音材を施工するととても大掛かりになりますこの方がもちろん効果は高いですがお値段も高価になります まして DIY でとなるとこれはもう難しいことになってきますとはいえ何もしなければ気になっていたロードノイズはただただ我慢をするしかなくなってしまいますそこで誰でも簡単に手軽にできる効果的な対策として開発しましたそんな DD マットの特徴は遮音そして吸音の高い防音効果です、はい、DD マットの断面はこのようになっています分かりやすいようにイラストも使いますこちら側がこのように設置しますので フロア面になります。こちらが純正マットが設置される部分になる上面になります。ロードノイズは下から発生した雑音になりますので、まずこの下側の単独気泡スポンジ層が下から来るロードノイズを効果的に音を吸収します。そしてその上のソフトゴムマット、これがさらに下からの音を反射させて音を遮ります。これによって高い防音効果がある商品となります。 それ以外の DD マットの特徴になりますが、実際の車両で製作しておりますので、車種専用設計になっています。そのように車種専用で作成していますので、純正フロアマットの下に敷くだけです。ですから、純正フロアマットを一旦取り外して、この DD マットを設置、そして純正マットを戻す。たったそれだけです。さらに車両にフロアマット用の固定具がある車種は、 固定具の逃げもあるので、純正フロアマットもしっかりこの上から固定することができます。防音効果、遮音効果としましては、ノイズを最大20デシベル軽減できて、特にロードノイズやタイヤノイズに対して効果的になっています。それから、この表面と裏面には、専用の滑り止めシート加工が施されています。これによって、 この DD マット自体のズレですとか、さらにこの上に設置した純正マットのズレを防止します。はい、そのマットのズレの防止効果になりますが、こちらに市販されている一般的なシャオンマットのサンプルを用意しました。こちらはフロアマットをカットしたものになります。これをそのまま乗せて軽く押しますと、このように滑るようにずれます。 ですがこちらの DD マット表面が滑り止め加工になっていますので同じようにしてもこのようにマットは釣れませんこういった状態になりますはいそれから設置に関してなんですが DD マットは粘着剤を使用していません表面も裏面も 滑り止め加工のシートのみになっていますので貼り付けるといった設置方法ではありませんですから脱着が簡単にできます純正マットを取り外して DD マットも簡単に外せばフロアの清掃が容易に行えるようになっています、はい、ではこの DD マット開発にあたり防音効果のテストを行っています そのテストはこういったように箱の中にノイズを発生させるスピーカーを設置してそこからノイズを発生させます。そのノイズは80デシベルで発生させます。その箱をこの DD マットと同じ遮音マットの素材で覆います。そして同じように箱の中に設置したスピーカーからノイズを発生させます。この時の発生させているノイズ、マットありとマットなしの状態を集音マイクで音を収録していますので 交互にそちらを再生してみます。ここはイヤホン推奨です。じっくりお聞きください。 はい、いかがでしょうかこれが今回紹介しますノイズ対策遮音マット DD マットの特徴になります。では実際どのくらい手軽に設置できるのか実際に設置しますのでこの後ご覧ください。はい、それでは実際の DD マットの設置方法を当店のデモカーの新型プリウス6 0系こちらで紹介したいと思います。こちらは今運転席になっています。では設置します。まず純正フロアマットを取り外しますので 新型プリウスの60系の運転席は留め具がついています2箇所外すと純正マットが取り外せます、はい、続いて DD マットこちらをフロアに設置しますこの時このように留め具の逃げが2箇所空いてますので留め具の部分がきちんと出るようにバランスを見てくださいはいこれで設置が完了ですのであとは取り外した純正フロアマットを上から元に戻して 2箇所の留め具を止めれば、これで設置は完了になります。とても簡単です、はい。今ご覧になっていただいたように、粘着剤は使用していませんので、例えば純正フロアマットを外せば、このまま DD マットも脱着が可能。フロアの掃除も楽々行えます。はい、ご覧になっていただいたように、とても手軽に設置ができるこちらの DD マット ご自身でフロア面を採寸してカットしてそういった手間が全くありませんそのまま設置ができてとても簡単です本格的なフロアのデッドニングなどまではハードルが高いでもやはり気になるロードノイズは少しでも抑えたいそういった方にはとてもおすすめな商品となっていますはいそんな DD マットですが商品ラインナップは現在100車種以上になっています 商品は当店のホームページ、オンラインストアで購入が可能になっています。商品ページはこの動画の説明文、概要欄に記載しておりますが、ホームページの商品項目、こちらにノイズ対策、遮音マットがありますので、こちらをクリック。そこからスクロールしますとメーカー選択が出てきます。メーカー選択から例えばトヨタ。そうすると各車種が選べるようになっております。ここから車種を選択していただくようになりますが、もしこちらに 商品ラインナップがないお車の場合こちらは当店にご来店が可能でありましたらば作成すす。ることが可能ででご来店いただきまして、現車採寸。後日製品が出来上がりましたらば出荷させていただきますのであとは動画を参考にですね簡単に設置していただければと思いますですので車種のないお車の場合でも是非ホームページのお問い合わせからご連絡いただければと思います。 お問い合わせの URL もこの動画の説明文、概要欄に記載してあります。はい、今回の動画、新型スイフト専用のノイズ対策車音マット DD マットの紹介でした。いかがだったでしょうか。どなたでも手軽にロードノイズ対策ができる商品となっておりますので、ぜひ気軽にご活用いただければと思います。ご購入はこの動画の説明文、概要欄に商品ページの URL を記載しておりますので、そちらの当店のオンラインストアからご購入をお願いします。 はい、こういったロードノイズをはじめとしたいわゆる車内へのノイズ対策ですね様々な対策方法がありますがその中の一環となる商品となりますこれ以外にも汎用品で発売しておりますラゲッジルームのノイズ対策ですねノイズ対策車音マットラゲッジ用こういった商品ですとかタイヤハウスこちらのロードノイズの対策の商品こちらも汎用品で発売をしておりますこういったものも組み合わせて使用することによってより 防音効果が高まりまりすそれからもっと本格的なノイズ対策をしたい例えば今回のようなノイズ対策シャンマットではなくて内装品をすべて社外に出して鉄板むき出しの状態になったところにしっかり精神剤と防音剤を施工するこういったフロアデッドニング同じようにルーフのデッドニングですねこれ以外にもドアデッドニングですとかこういった本格的なデッドニングのご要望にもお応えできます。 こののの場合合はですね、ホーームページのお問いいいわせの欄からご連絡いただければと思いますさあ今後もこういった車種専用のオリジナル商品発売しましたらば随時このアクアチャンネルで紹介していきますので是非チャンネル登録をお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。